それではただいまより第2回の公明党東北地方太平洋沖地震対策本部を開きます。まず最初に山口代表より挨拶をお願いします。はい、皆さん早朝からご苦労様でございます。昨日からの被害の状況はさらに広範に及び深刻の度を増しております。我が党としても対策本部を挙げて救援復旧に全力を尽くしてまいりたいと思います。昨日の夕刻18時から官邸で党首会談が行われました。ここで与野党からそれぞれの考え方を出し合いました。我々としては公明党からこの緊急の事態に鑑みて野党としても政府の対応に積極的に協力をするということを申し上げました。当面は2010年度の補正予算を緊急に作る必要があるであろうと、これの成立には協力をしますと。また国会の議論についても陣頭指揮にあたる大臣等の活動については柔軟に対応するということも申し上げました。また現場の調査等はここは72時間緊急対応が必要でありますので、政府の活動を優先するということで、政党政治家の側は自粛をするということも申し合わせをいたしました。また官邸と各政党ホットラインを設けまして、緊急の連絡あるいは要請等直ちに連携を取れるような仕組みも整えた次第であります。その上で今後の対応は国会においては休会の手続きを取る必要があろうかと思います。当面期間は今後検討しなければなりませんが、その上で緊急の補正予算の編成を待ってそれについての早期成立を図ると、また場合によっては本予算の議論というよりも暫定予算を編成をして早急な対応策を当面作り上げるというようなことも検討される可能性があると思います。いずれにしても我々としては今後状況の把握に努めるとともに対応策について積極的な検討してまいりたいとこのように思います。これから各皆さん方面あるいはそれぞれの県本部状況の把握、これは党員議員と可能な限り連絡を取りながら状況の把握とその対応に尽くしていただきたいと思います。また適宜今後この対策本部を開催し対応を図ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。以上であります。はい、ありがとうございました。